来年はこいつらで行くんよ。どうもバラスピンナンバーワン芸人のアナタカヤです。よろしくお願いします。アナちゃんです。よろしくお願いします。さあ、涌井さんお画面自治部中日ドラマすごいことで若気上がりでございます。ありがとうございます。今ね、サムネタイトル見てもらったら分かるんですけども、まあ、今日はね、西武ライオンズ、西武純正で、リアタイやっていきたいと思います。まあ、オーダー紹介もしていきたいと思います。まあ、来年ね、まあ、今年はちょっと日ハムに頑張るんですけど、来年はちょっと無課金上がりもリボン欲しいなと思ってるんで、まあ、来年西武ライオンズか、もし中日で組めたら中日純正、まあ、どっちかで出ようかなと思ってます。うん。ぜひ楽しみにしてください。早速、ちょっとオーダー見ていきましょう。はい、僕の西武純正こんな感じなんですよね。まあ結構ね、いや森さんも取れてるし、これも多分永久スピー解放でしょうね。で、ファースト山川さんですね。まあ山川さんもね、まあ本当に西武ではめっちゃ貴重なアーティストでございますと。で、セカンド辻井さんですね。僕はあえて辻井さんです。で、サードにおかわりくん入れました。はい、もうおかわりくんはね、マジでアーチ広角なんでめちゃめちゃ打ちやすいです。で、ショート源田さん。源田さんはね、まあ本当守備めっちゃ強いんですけど、まあ低弾道っていうかね、あの俺もうね、中弾道でいいと思うんだよね、源田さん。なんでなんだろう。で、栗山さんですね。栗山さんは中弾道と。で、まあ能力はね、そんなに高くないんですけど、まあ写真変更ね、これ TS のにしてるんですけど、まあ、栗山さんは普通に打たせますと。で、センターがいないんですよ。そう、センター昼間さんっていうところでね、まあここは代打出します。多分代打出しますと。で、ライトに殿崎さんが入ってます、僕は。はい。まあね、殿崎さん、ライト守備 C いけるんで、まあ全然いいかなっていう感じはしますね。で、松井さん、DH です。松井和夫が DH という、まさかのね、絶対ありえないけどね、リアルだったら。まあでも、源田さんと比べたら、やっぱり、和夫さんちょっと守備を取るんで、DH かなって感じですね。で、一人代打、まあ鈴木健さんですね。鈴木健さんが、まあどれだけ参るかって感じなんよ。まあ高弾道だから結構打ちやすいだろうしね。で、センターの代わりに、まあ、鈴木さんって感じですね。まあ、てな感じで、ちょっと和田さんとかいるんだけど、ここら辺は使わないかなっていう感じでございます。はい。で、打順は1番松井和夫、2番森友哉、3番中村武也、4番山川穂高、5番殿崎修、打たらな、ね。で、6番栗山さん、7番源ちゃん、8番辻さん、9番昼間さんですね。9番の時に代打ですね。で、ピッチャー陣がね、正直弱いっす。まあ、松本さん、極めて持ってるんだけど、3800だし、今日は松本さん先発させます。まあ、今井達也さんとか、まあ、ニールとかね、まあ、与座さんがね、最新でゲットできたんで、まあ、使っていきたいですけども。で、エースとかね、まあ、いますよね。で、まあね、中津にも、まあ、平さんとか、水上さんとか、クモンさんとか、まあ、微妙なんだけど、まあ、でも森脇さんがいるから、まあ、強いかなと。で、まあ、平さんもね、超高速だったら強いんで、はい。で、増田さんが抑え、しっかりと。で、まあ、ちょっと中津に弱い弱いって言ってきたけど、この佐々木さんが、ね、まだちょっと育成終わってないんでベンチなんですけど、まあ、このツーシーム C 持ってるんですよね。これがね、日ハム純正にとっては西武純正にとってはめちゃめちゃありがたいということで、僕はこの佐々木さん、まあ、ちょっと育成して、覚醒させて S にして、まあ、限界突破コーチも使ってね、覚醒の極みにしたいと思ってますてな感じですね。ということでね、2試合ほどやっていきたいと思います。それではいきましょう。クローザー。さあやっていきましょう。西武純正5割、強っと思ってるだろ。西武純正5割、強いよと思ってるんだよね。まあ、半減しますよ、多分。ガチオーダーの成績ですからね。うわ、松本強すぎるんですよ。最後、まあ、松本さんがね、うわ、レフト、レフト、まあ、知らない。これ、センターでさすが、セカンドで、まあ。ちょっとね、松井陣が、まあいい味出さないと厳しいよ、スピリーグは。いいよ、ナイス。スライダー投げよっか、一球。スライダー投げて振らせて、振らないか。で、もう一球同じところにツーシーム。これはもうしつこくいこう。あれもセカンド。まあ、あれももうこんな打たれる。まあ前進じゃない、もう1点はしゃあない感じでスプリットでゲッツー。まあ振ってこないよな。なるほど、そうですね。ツーシームでゲッツー。お、振ってこい。振らないか。審判の手は上がらない。それと振らないね。やばいわこれ。森脇さん行ってこい。もう森脇の出番です。タイピンついております。森脇の出番やで、ここは。
ォーク、その抜けほか落ちるほうか、あれなんです、これなんですよ、抜けほか落ちるほうか、はい、セカンド、ゲッツ、オッケー、ナイス火消し、ありがとうございます。これなんよ、これをね、俺は期待してたんよ。で、ここのホームラン打たれたら意味ないよ、森脇さん、うん、森脇さんの甘さ。オッケー、セカンド取る、ナイス、引き締め、オッケー、根岸さんよろしくお願いします。まあ、これはさ、にあの西武純正、多分西武のスピリーグって多分打撃で勝っていかないといけないんで、多分ね、これはもう3点ぐらい入れないとダメだ。さあ、スーシムシルビー、あー、もうちょっと待ってーなー、ミスター、ちょ、ツーシーム貼っておこう。ツーシームめっちゃ投げてくるからかも。オッケー、あれ全然打てないけど大丈夫ですか。オップ何しとんの、オップ絶対あかんよ、これは。この回のライオンズ打線ですが、オッケーナイス、ここが出てる、オッケーナイス、ここホームラン行こう。何これじゃ、ちょ、森脇さんが抑えてくれてるんだからさ、絶対に打たないとあかんよこれ。ライオンズ1点ビハインドで迎える最終、オッケー、ファースト、いや森脇さん強っ、えぐいて、ここのナックルとかどう、これ手出してくるかな、オッケー、ファースト、えぐ、森脇さん一人で抑えてるやん、カットボールある、カットボールで誘おう、カットボールで誘え、オッケー、オッケー、森脇さん強いっす、最高、社会人野球から登ってきたの、這い上がってきたのもいいね。さあ山川さん、さあ山川さん行こう、ちょっとこう集中しますわ、なるほど、さあバッターは何を待っているか、引っ張れ、3球目は何で来るか、あー待って待って、プルフィ、プルフィ出てるね、オッケー、さあ4球目は何か、オッケー、あーマジで打撃かすすぎるわ俺なんやねんこれ、本当に一本も打てずに終わんないわマジで、おい、栗山さん頼む、栗山さんおねたます、やばいよ、一本もヒット打たないで終わったらもうあかんよこれ、けんせんよ、ちょうど警戒してる、ラッキー、いや入ってかー、まあ、しゃあないな、ストライクと追い込みました、中心来い、オッケー、いいよ、ストレート外れました、ここ勝たないとまずいぞ、次が5球目、オッケー、